はいどうもブラッドです。5月22日水曜日、今日のエンゼルスやっていきましょう。はい、明日も実況応援ライブします。早朝の3時10分からですね。ぜひ来てください。はい、では今日の試合の結果見ていきましょう。今日の試合の結果こうなりました。ドン。惜しい。延長10回までもつれた接戦となったんですが、5対6エンゼルス負け。これで連勝は2でストップ。借金はまた11となり、アスレチックスが勝ったんでまた単独最下位となっております。めちゃくちゃ悔しい。今年一番悔しい相手アストロズ。3回リード奪ったのに、最後サヨナラされるまで1回も相手リードしてなかったのに、この負けめちゃくちゃ悔しいです。今日が一番引きずったかもな。試合終わってからのこの数時間。昨日みたいに今日もね、点取りたい時に割と取れてはいたんですけど、まあピッチャーが追いつかれてしまう。まあブルペン陣ね。まあ使えるピッチャーも限られてはいたんですけど、まあ悔しい。アストロズ相手にこれは悔しい。もうこれ明日絶対に勝つしかないね。いやほんと昨日大逆転勝ちできてよかった。ぜひね、1個前のレンジャーズ戦に勝ち越したみたいに明日も絶対勝って、連続で勝ち越し決めたらエンゼルス自信もついてくるだろうし、この先も乗っていけると思うんでね。今日めちゃくちゃ、まあ選手たちもね悔しいと思いますけど、まあ、その気持ちを明日絶対晴らしてもらいましょう。先制はエンゼルス1回の表。お相手の先発ピッチャーはクリスチャン・ハビア。まず先頭シャニエル、追い込まれていたんですがスライダーが甘く来たところライト前にヒット。そして続くレンヒーフォ、ここ初球のスライダーでした。これも少し甘めに来たところ振り抜いてライトスタンドへ先制ツーラン。ハビアもいいピッチャーですからね。昨日に続き初回に先制できたの非常に良かったです。ただその裏、お相手もホームランですぐ同点。エンゼルス先発キャニングだったんですが、ワンアウト後2番タッカーに外寄りのシンカーをレフトへ運ばれてまず1点。ただこれこの球場じゃなきゃホームランになってないんですよね。ここは特殊な形状でレフトの観客席が前にせり出てるんで、ホームランになる距離が非常に短くなってるんですが、まあ、ちょうどそこにタッカーに打たれて、ちょっとこのホームラン後味悪かったですね。そして続くアルバレス、ここも初球でした。これは低めのボール球になるスライダーだったんですが、これをライトスタンドに運ばれて同点。いやあっという間の同点劇でしたね。ちなみにこの2本のホームランについてキャニングは、打たれた球はそんなに悪い球じゃなかったと。で、打ったバッターがとにかく素晴らしかったと。まあ相手を称えてるんですが、まあまさに僕もそう思いましたね。特にアルバレス、まあ、この低めのね、いいスライダーだと思ったんで、もうこれ打たれたらしょうがないかなっていう感じですね。そしてエンゼルス4回に勝ち越し。ワンアウトからギオーメがヒットで出塁するとネト。会心の当たりっていうわけじゃないんですが、フェンスに直撃。まあこれもこの球場ならではのヒットですね。これでレフトのマコーミックがクッションにもたついている間に1塁ランナーギオーメが一気にホームへ生還。いやこれギオーメいい走塁でしたね。打球の判断もそうですし、最後ホームに突っ込む時にはキャッチャーが動いた方向とは逆に逃げるようにヘッドスライディングで右手でベースをタッチと、まあ、ここはねさすがベテランというナイスランでしたね。でこの送球の間にネトは3塁に進んでいますので、ワンアウト3塁でシャニエル。いやー期待かかったんですけどね、初球打ち上げてしまってショートフライ。高めに浮いたナックルカーブなんで、まあなんとかね最低限外野までっていうとこだったんですが、ここはランナー返すことはできませんでした。ただ続くレンヒーフォ、まあこれも追い込まれてアウトローのいいチェンジアップだったんですが、これをセンター前に弾き返すタイムリー。いやここはねシャニュエルを救ったというか非常にいい1点でしたね。でさらにウォードはフォアボールでまた得点圏のチャンス、2アウトランナー1塁2塁。ただバッターカルフーン、ワンボールワンストライクの時にハビアが2塁に牽制した時にレインヒーフォが挟まれてしまってアウトに。いやーこれもったいなかったですね。ハビアが足を上げた時に誰かが叫んでる声がしたんで、
おそらくレンヒーフォはもうスタート切っちゃってたんでしょうね。だからまあ3投を狙ってたってことなんですけど、2アウト1、2塁が1、3塁になってたところであんまりうまみないんですよね。まあ、仮にダブルスチールで2塁3塁になったら大いに意味ありますけど、まあ、いずれにせよ絶対に成功させなきゃいけない場面でしたね。しかもこの場面の相手ピッチャーハビア、結構厳しい場面だったと思うんですよね。この回2点勝ち越されて、でしかもその2点目は2アウトからのレンヒーフォのタイムリーで、タイムリー打たれた時なんか結構がっくり来てるように見えましたし、かなりアップアップだったと思います。でバッターねカルフーンですけど、この時点でハビアに対して2打数2安打でした。なのでハビアもね投げたくなかったはずなのに、もう2塁ランナーの走塁ミスでイニングを終わらせてしまった。でハビアは結局この回でマウンドを降りましたからね。その最後のアウトが走塁ミスだったって考えると、まあ相当相手を助けてしまったっていう感は否めませんね。非常に残念なアウトでした。勝ち越してその裏のキャニング、ワンアウトランナー1塁2塁のピンチを招くんですが、ディアズはショートゴロゲッツー。これ非常に良かったですね。キャニングは2回にもワンアウトランナー1塁2塁からゲッツーに打ち取ったっていうのがあったんで、あなんか今日このままいけそうだな、行きたいなって思ったんですけどね。いやーそんな簡単な相手じゃなかったですね。そして6回からはフルマーだったんですが追いつかれてしまいます。ワンアウト後、ペーニャが三塁線を抜くツーベースでチャンスメイク。すると次のバッターシングルトン、ツーボールからスライダーが甘く入ってしまいました。センターフェンスオーバーとなる同点ツーランホームラン。いやー明らかな失投を悔やまれますね。フルマーは5月に入ってから6登板無失点だったんですが、ここで痛い一発を浴びてしまいました。非常に残念です。ただ直後7回のエンゼルス、お相手ピッチャーは勝ちパターンのブライアン・アブレイを投入しますが、2アウト後ピラーがフォーシームを捉えるとレフトへ勝ち越しのホームラン。いやほんとこのピラーも神ってましたね。まあお相手のタッカー同様、ここミニッツメイドパークのみのホームランではあったんですけど、まあお相手ってことでね。いや最近ピラーが打つと勝ってるんでね、ぜひねこのままリードを保ってまたピラーがヒーローになってほしかったです。そしてその裏、フルマがアルトゥーベを抑えピッチャーはルイス・ガルシアにスイッチ。ただ最初のバッタータッカー、ツーボールツーストライクからインコースのシンカーなんですが、今日2発目のホームラン。いやータッカーがすごすぎました。ここ2球で追い込んだんですけどね、その後ゾーン内はハールで粘りで、ボール球を見極め7球目のこのシンカー、まあ意図したとこよりちょっと中には確かに入ってると思うんですけど、いやでも打ったタッカーを褒めるべきなんじゃないかなと思いますね。これでメジャートップの第17号ホームラン、もう手がつけられないです。明日も怖いです。そして8回、お相手ピッチャーはプレスリー、ワンアウトからギオーメが三塁線を抜くツーベースでチャンスメイク。でネトはゴロで2アウト3塁になるんですが、ここでシャニエル、甘いカーブをレフトへいい当たり打ったんですけど、ここはマコーミックの守備範囲。いやー残念、非常に惜しい場面でした。そして同点のまま9回の裏、ピッチャーはストリックランド、まず先頭ディアズが3塁線を抜くツーベースでチャンスメイク。まずこの当たり、サードレンヒーフォを取ってほしいですね。リプレイも見ましたが、追いついていて足元グラブの下を抜かれちゃってたんで、ここはなんとかアウト取ってほしかったです。ただストリックランドここからよく頑張りました。カラティーニ、アルトゥーベ連続レフトフライでアウトカウントだけ増えて2アウト2塁で、バッタータッカー、もう1点取られたら負けなんで、ここ僕は申告敬遠するのかなと思ったんですが、タッカーで勝負で見事にセカンドゴロに抑えたストリックランド、いや素晴らしかったですね。ストリックランドも良かったですし、ウォッシュ采配もズバリでした。そして今季3度目の延長戦、相手ピッチャーは9回からマウンドに上がっているジョシュ・ヘイダー。お相手のクローザーなんですが、いやーもうここ手も足も出ませんでしたね。ピラーは低めのスライダーで、オハッピーは3ノーまで行ったんですけど、そこからシンカーシンカーで、インローゾーン内のスライダーで、アデルも3球三振。
ノーアウトランナー2塁。極端な話すると2回バットに当てれば、まあ、点が入ることがあるんですけど、まあ、ここはもう何も起こさせない、バットに当てさせない、まあ、さすがの守護神っていうところを見せられましたね。でその裏、まあ、こっちもねクローザーのエステベスなんですが、まずアルバレスは申告敬遠で、ブレグマンはレフトフライなんですがランナー進塁して2塁3塁。そしてペニャ、ここ5球すべてフォーシームだったんですが、最後アウトハイのフォーシームうまく合わせられてしまいました。まあ、先に言っておくとここ1点も与えられない状況なんですが、ノーアウト2塁ですからね、ここを失点したエステベスは攻められないとは思うんですが、このねさっき言った10回の表、まあ、ヘイダー三者三振見ると、あークローザーちげーなっていうのをまざまざと見せられた感じがしました。まあ、エンゼルスは他に今クローザーやる選手がいないんで、まあ、見方によってはエステベスちょっとかわいそうだなと思ってます。でちなみにここワンアウト二塁三塁でバッターペーニャ歩かせる策はないのかという声も上がってきそうなんですが、まあ、僕はねどっちでもっていう感じですね。まあ、正直ペーニャはこの場面相手のラインナップである意味一番迎えたくないバッターだったかもしれません。ペーニャはここまで三振率 13.7% と非常に低いので簡単には三振しない。でまあ打率も3割2分8厘ですからね、アストロズの中でも一番良い。で次のバッターシングルトン、逆に彼は打率が2割2分9厘しかない、なので彼と勝負すればいいんじゃないかというとこなんですけど、ただ満塁にしてしまうと押し出しありますよね。でシングルトンはボール球スイング率チェイスパーセントが 18.4% しかありません。選球眼がいいです。それに伴ってフォアボール率も 12.9% と非常に良い。そう考えるとエステベス押し出しのフォアボールも見えてくるんじゃないかなっていうとこですね。でつい最近レンジャーズ戦で延長13回、コーリー・シーガーを申告敬遠して満塁にした直後にナサニエル・ローにデッドボールっていうシーンもありましたんで、これは一概にどっちが正解っていうことはないですね。まあ、ウォッシュ監督の勝負感的にはここ勝負がいいという判断だったんでしょうけど、ペーニャが一枚上手だったというとこですね。今日シャニュエルはヒット3本、惜しい当たりもありましたし、よくボールが見えてるんじゃないかなと思います。でレンヒーホはホームランとタイムリーで3打点で、ウォードは今日2つのフォアボールで、カルフンは2安打で、ピラーはホームラン、オハッピーはフォアボールが1つで、アデルは今日は5打数ノーヒット。今日アデル全然合ってなかったですね。真ん中付近にボールが来てたんですけれども、ポップフライが多かったです。でギオーメはツーベース含む2安打で、ネットはタイムリーツーベースが1本。まあこれピッチャーも野手も言えるんですけど、怪我人が今出てる状況で相手のアストロズに対して本当よくやってると思います。まだね昨日今日しかアストロズやってませんが、かなりタレントが揃っているアストロズに対して昨日今日いい試合ができてるっていうのは、まあ自信持っていいんじゃないかなと思いますね。特に実績がない若手陣、まあ昨日で一つ自信つけたと思いますし、まあ今日本当は勝てればね何よりだったんですけど、いい試合ができてるっていう誇りを持ってまた明日戦ってほしいなと、明日以降ですね思います。キャニングは5回投げて被安打5、失点はソロホームランの2本でフォアボール3つ三振2つ。まあ5回っていうとね先発で物足りない感じもしますが、怖い打線に対してよく粘りの投球してくれたと思います。ナイスピと言っていいでしょう。で2番手のフルマーですが、これまでの起用と違ってなかなか今日はハイレバレッジな登板となりました。いやほんと失投さえなければって感じでしたね。で今日ムーアは非常に良かったです。バッター3人を2三振でパーフェクト、球速も前回よりも上がってますし、今日見る限りだとまた今後ハイレバレッジな場面で投げさせてもいいんじゃないかなと思いました。絶対に勝ちたいよ明日。エンゼルスの先発タイラー・アンダーソン、お相手ハンター・ブラウン。最近3登板見ますとアンダーソン、前回はレンジャーズ相手に7回で自責点1で、その前は 6.2 回投げて自責3で、その前もパイレーツで 6.1 イニング投げて自責4。まあかなりねイニング数投げてくれてます。で明日もぜひそうあってほしい。昨日今日かなりブルペン使ってるんでね、
ちょっとハードル高いけど、明日もね、ぜひ7回行ってほしい。アストロズ相手に7回はめちゃくちゃ厳しいけど、アンダーソンならやれると信じています。で、お相手ハンター・ブラウンですが、今季防御率 7.71 と、全然良くはないんですけど、まあ、前回ね、5回投げて、自責点が4、ブルワーズ相手にね。で、その前はタイガース相手に5イニングを自責点1。で、その前、マリナーズに 4.1 回投げて自責は2。簡単に打てると思ったら大間違いだと思います。打線はね、まあ、昨日今日みたいに、好投手と対戦すると思って、ブラウンを打ちまくってほしいなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。レッツゴー！以上、さよなら！バイバイ！